おいー、ソーカリンでーす。さあ、今回もティアキンやっていくわけなんですが、今回行くのがですね、こちら、ようやくアッカレ地方もこれが最後になるかっていうとこで、ここの市から村っていうところにえぬき田さんがいるらしいんで、まあそこに行くとなんとマイホームを建てれるんじゃないかみたいな話があったので、まあちょっと向かっていきましょうよという段階でございますね。はい、ちょっとあれ、俺のバイクは、あれ、俺のバイクなくなってないですか？知らんけど、あれ、え、俺のバイクなくなってんじゃん。これをね、上に行くとあの町に行けると思うんやけど、この建物なんだ、これ知らんな。ずっとあっち、あそこにいたんですけど、おはようございます。ちょっとここはえのきだ工務店さんの作業場ですよ。世界的にも大変貴重な場所ですし、まだまだ遺跡が落下してきてる危ないので、一般の方の立ち入りはご遠慮いただいた方がいいかと。えのきだ工務店、うん、監視砦なんかの建物じゃなく眺望台みたいなからくりだって作っちゃう。あれ全部えのきだなんや、すげえな。うん、一番ホットなのはこの気球ですかね。はい、死ぬほど乗ってきました。はーい、素人の作品だね。うん、ゾナウ調査隊用の気球なんです。はいはいはい。あ、貴重な場所、うん、あ、ごちゃごちゃあるやん。え、地上でまだ3つしか確認されていない。確かに地上で見たことないかもこれ。おいおい、すげえいいものあんじゃん。もういいお前、うん、もういい、これあ、やろうやろう。うわ、まさかこんなとこにガチャガチャがあるとは。ゴロンさんも働いてて、あれどこ、え、ガチャガチャはどこをズームアップした、ここか。よし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 。え、これさ、全種類出るんじゃない、違うかな。でもハンドルがなかったって言ってたから、ハンドルは出やんのか、その可能性あるな。あ、お気になるわ。斜めってるな。あれは取り出せるんだろうか。天変地異の時に空から落ちてきたんだけど、そもそもこれなんだろう、これの中身は何だろうな。この中身は何だろうなみたいな。まあちょっと一回ね、そろそろこの大きなゾナウエネルギー、これを5つね入れてみたいとは思ってるんですよ。まあでもいらんガチャガチャにそれを費やすのはもったいないんで、まあ一回普通のゾナウエネルギーで何が出るかチェックします。何が出るかな。えい、ハンドル出るやん、ハンドル出る。それあれじゃん、まさかこれにゾナウギアが入っていたなんて。でしょ、びっくりでしょ、びっくり仰天玉手箱。うん、こっから南の方にあるハテール地方のかかりこ村とゲルド地方入り口のデグド橋にも確認されてるんだ。あ、全部の場所わかるんだ。まあ、両方行ったことないね。もしかしたら中に入ってるゾナウギアの種類が違うかもしれないな。ほうほうほう、日だまりそう。あれだな、天空にしかない花だな。ありがとう、嬉しい嬉しい。で、そんなおっさんの話はどうでもよくて、何が出たんですかと、はてなありますね。あ、これあれちゃう、これあの速いやつ。そう、小さなタイヤ、自走可能な動力付きのタイヤ、平坦な地形に適していて高速走行が可能。上り坂とかは苦手。まあ登ってたけどね。うん、登ってたよ。で、ミサイル出て、ロケット出て、あ、ちょっと微妙だな。このちっせえタイヤだけか、目玉は。もう一個ぐらいありそうなんやけど。じゃ、もう一回回してみるか。どうだ？大きなタイヤ、扇風機も出んのか。はあ、はあ、操縦痕、ロケット。小さなタイヤちょっと少ないな。まだ一回これ回す？大きなドナウエネルギー。これ。すーごいな、もう。その構え見てや、お前。ナルトやん。螺旋岩するときのこねるポーズしてる。ちょ、記念に写真撮ろうや。記念に写真撮ろう。え、なんで？ちょ、アイテム持ってや、お前。なんで持ってくれへんの？
違う。これがあのかの有名なガチャガチャですみたいな、いいから大きなドナーエネルギーを持ってほしいんだ。仕方ない、サムネは取れなかったということで入れようか。どんだけ出んねんやろ。いきます。うわー、もったいない、いっちゃった。さあ出た。おー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 、まだ出る。おお、まだで、すごい。なんだこれは。まだ詰まってる、もしかしてこれ。お、え、まだ出てる。すーごい、パチンコのあれやん、た玉抜くやつ押してない状態みたいになってる。おお、すごい、まだ出る。なんだこれ、こんな出んの。ちょっと何個あるか見てこうか。小さなタイヤ3つ、ロケットが6つっていうのを覚えといて。オラ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 、イエーイ、気持ちいい。ういで、何個になった。15の13。あ、まあ倍ぐらいになってんのかな。オッケーよし、じゃあ一旦こんなもんなんで、上のこのレール乗っていきましょうか。お疲れ様です。自由に使っていい頃か？オッケー。あ、これか。これを、待てよ。なんか投げるやつをさ、節約していこう。これで弓じゃなくて、ほら、いけるでしょ？あー、すごいな。こういう感じでタイヤ使うんだ。へー、その発想はなかった。あ、これも向き変えれるんやな。おー、これは天才の発想だな。どういう感じで行くんだこれ。どうせだこの上乗りたいな。よいしょ。おー、いい眺めじゃないか。こうぐるーっと行くのな。あ、ほんでまた帰ってくるんや、そこに。なるほど。行けー。市から村まであと少し。あれはなんだ。あ、祠のチャレンジもありますやん。いいね。うわ、マイハウスってこういうのかな。市から村、あっかれ高原。はい、到着。えい。わー、なんかいい、集合住宅みたいだ。異常なーし。金目のもんかと思って拾ったのに、単なるへんてこな石じゃないだろうな。早いとこカモを見つけないと。うん。なんです？作業場に行きたいんですか？いや、作業場から来たんですけども。利用料。へんてこな石って？この石が気になりますか？前に作業場に埋まってたのを見つけましてね。珍しい石でしたもんで、くすれて、いや、記念にといただいたんですが。高すぎる！もう少し値切ってくれ。50！ いや、違う、50だ。もう一声、50。何おちょっとあなた何してるのよ。あら、美人な。清楚系の奥さん似合わないですよ、こんな柄の悪い犯罪者みたいな人とね。またそうやって見ず知らずの人に変なもん高い値段で売りつけようとして。そんなのちょっと大きい火打ち石みたいなもんじゃない。ちょっと無理あるって。それはさすがに火つかんて、色ちゃうし。せいぜい60、いや50で十分でしょ。お前も悪どいの。おい、お前も悪どいやないか。20ルピー。お前、いや、しかしだな、これは正当な取引で。分かったよ、そんな目で旦那様を見るんじゃないよ。で、なんぼ。では50ルピーで。あー、でもこれ2択しかないんだ。じゃあ買うしかないな。お前、くそ、拾ったへんてこない石が本当にいるなんてラッキー。それはよかった。いやいや、お目が高い。大変に貴重だと思われる節がある石ですので、価値のあるお買い物かと。うわー、50減っちゃったよ。これでマイハウスで金いるって言われたらめちゃめちゃしんどいな。で、この石をどこに持っていけっちゅう話よな、まずは。で、この金鳴らせそうやな、なんか。ほら、あー、鳴らないのか。あ、でもこれ取れるぞ。おう、集合。で、榎田さんどこにいるんですか。すいません。
うわー、え、これえ、こ、あ、この家を買うってこと？自分で作るわけじゃないのか？これ建て売り住宅を買えるってことなんかな？なんかそんな気すんな。おー、でもすごいぞこれ。いや、マイハウスめちゃめちゃ好きやからね俺。あ、出た出た出た、デザイン狂ってるやつ。あ、ここに来るって言ってたん？あ、そうなん？ちゃう？と、日が落ちるとあの丘に艶やかな屋台が見えることがあります。夢のために頑張っているようですから、ぜひ声をかけてやってください。あ、私としたことが、ご挨拶がまだでした。改めまして、私はキルトンと申します。マイナスと違う？お前もしかして。わからへんけど、全部同じ顔に見えるんやけど、お前ら一緒やんな。私は幼き頃の夢を実現すべくこちらの土地を購入したのです。しかし肝心の榎田工務店の社長様がご多忙な様子で、夢の実現はもう目の前。ああ、考えただけでゾクゾクしてきました。夢って何？魔物を愛してやまず、普通はここで、え、魔物やだとなるのですが、なかなか素晴らしい感性をお持ちですね。まあね、幾度となく葬ってきてますから、なんだったらお前の首も今ここで切ってあげてもいいんですよ。お前魔物やろ、正直言うけど。何人のふりしてんねん。魔物やろお前。ほら、お前も暴れん坊や、暴れん坊や、お前首切るぞ。ですので、魔物のことをもっと人々に知ってもらって、魔物に愛して、魔物を愛してもらうのが私の夢なんです。そしてそのためには、ものづくりのプロ中のプロである榎田さんの力が必要なんです。あー、誰も見たことがない魔物ショーをご覧に入れますよ。へえ。てか、榎田さんどこにいんの？これ榎田ちゃんやろ？うん。なんか、みたいな顔してない？みーで適当に作った顔みたいな、このおばあちゃん。同じ顔してるわ。しいたけではありませんよ。榎田社長ですよ。海の親忘れちゃダメじゃないですか。榎田社長？うん、どこにいるん、その人。どこじゃったかのま、あれか。あそこですよ、おじいさん。おじいさんがいつも榎田社長と間違えて挨拶してる、あの看板があるところですよ。あの看板に挨拶してんねや。はい、あんな高いとこにな。はーい、お気をつけてね。楽しんで来てください。で、あー、ほんまやほんまや。あ、こ、ほんま一緒やこれ。あ、これ持っていける？え、すいませんが、そちらは工務店の方で使用中の備品になっております。処分する予定の備品が隣の倉庫にありますので、そちらならご自由になさって構いません。ただ何かが中でつっかえているようで、外からでは扉が開けられなくなってしまって。うわ、頭長お前。そんな長い？小峠さんみたいになってるやん。なんか焦点合ってなくない？こいつ、これの目の前にいいひんねんけど、どこ見てんの？昨日だって楽しそうに話していたし、あなたの考えすぎじゃないかしら。ウィッダのお引越しのこと。カビゴみたいなやつやな。ここ最近ウィッダが妙に明るいと。お迎えの時間も近づいている。あの子無理してるんじゃないのだろうか。あなたがそんなんじゃウィッダだって旅立ちにくいじゃない。ゲルド族にとっては一生に一度の門出なんだから、盛大に送り出してあげましょうよ。びっくりした、死ぬんかと思った。死に際の話してんのか思ったわ。派手にやってらないとな。あ、お客様。あ、はい、お客様です。マイホームのお買い求めですね。まあ、200ルピーで買えるなら買いますけど。はい、なんか文句あります？お金ないですけど。お客様ご自身の手でお部屋を組み合わせて、自分だけのマイホームを作りいただきます。うわ、ほら、自分で作れるんだって。だから、あの青と緑と赤のパーツがあって、何個か使って作れっつってんやろな。うん、あれ、あなた、あ、お前か、久しぶりだな。だ、誰？お前誰？威圧感すごいんやけど、こいつ。お前のおかげでこの市から村も発展し、
以前にも増して部族関係なく誰もが自由に過ごせる村になったと思ってる。それに我々にも娘が生まれてな。俺に似たとても可愛い。ううああ、ビッター。ああ、これブレスオブザワイルドの時の話か。全く記憶にないこいつ。見たことないもん。すまないな。ちょっと立て込んでいてな。パウダ、俺は一旦仕事に戻る。ウィッドのためにできることをなんか考えてみるよ。おー、ウィッドの独り立ち。どうしたらいいの？ダダッという間にダダッと解決。子供のことになるとダダッといかないもんだな。ウィッドという一人娘がいるんだ。はいはい。ゲルドの町にもうすぐ引っ越すと。ゲルド族は成人するまで男性と触れ合ってはいけないという規定があってな。へえ。幼いうちはいいらしいんだが、物心がつき始める頃、ゲルドの町からお迎えが来るそうだ。ゲルド族にとっては、ゲルドの町で過ごすことは誉れでもあるらしい。みんなも楽しみにしているようだから、盛大に送り出してやりたいのだが。はあ。そろそろ作業場に戻らないと。ああ、だからこいつの作業を俺がやってあげたらいいんだ。あ、違う。ウィッドのそばへついててくれるといいのだが。俺でいいんかな。あ、行っちゃった。行っちゃったよ。で、この扉の先に、エノキラさんのやつがあるらしいんで、上から入れんのかな？裏じゃないもんな。お、こっちからは？あ、こっちから入れるね。おお！あかん、なんか悪いとこ引き継いでるって。あいつの頭の長さ引き継いでる。あかん、あかん。あかんとこ引き継いだな、お前。まあ、あ、でもか、あ、かわいい、かわいい。よう見たか、髪型変えた方がいいかもしらん。うん。おはようはサボった。こんにちははサバーク。さようならは、さようならは、なんていうの？のだ！ん？びっくりしたのだ。もうお迎えが来たのかと思ったのだ。ウィッタ、もうすぐマーマのふるさとにお引越しだから、いっぱい勉強してるのだ。そうな、えらいね。ゲルド語って、あ、そうね。難しいよね。サバーク、サバーク。だからウィッタ、村のみんなにも知ってほしくて、頑張ってたくさん覚えたのだ。お兄ちゃん、興味あるの？だったらちょうどいいのだ。モナリーおばあちゃんにレッスンするところだから一緒についてくるのだ。お兄さんもきっとゲルド語がペラペラになるのだよ。お、ゲルド語クイズ。いいね。お兄さん強いよ、ゲルド語クイズ。君より強いかもね。任しちゃうかも。俺がゲルドに お迎えされちゃうかもしんない。どうしよう。レッスンの時間なのだ。待て待て。ちょ、俺、中入りたいねんけどな。中入りたいねんけど、こいつほっといたら見失いそうやから。違うな。おばあちゃんどこにいるん？あ、これか。こいつらか。こいつらだったのか、まさかの。モナリおばあちゃん、サバーク。あらあら、ご機嫌ですね。そうなのだ。うん。モナリおばあちゃんに、ウィッダのゲルド語クイズなのだ。おばあちゃんのことは、ゲルドの言葉で何て言うのだ？ババーバ。ごめんなさい、ババーバやわ。うん。ゲルド語でおばあちゃんねー。何でしたかねー。ババーバ、バーバ。バーバ、バーバ。うん、バーバ。ぶっぶ残念なのだ。モナリおばあちゃんも時間切れなのだ。はぁ？何全部一緒やんけ、お前。もう一回チャレンジするのだ？よっしゃ、行ったろ。なんて言うのだ？バーバ、バーダ、バーバ。これとこれほぼ一緒やん。じゃあバーダ、バーダ。はぁ？何が違うの、お前。一緒やろ。バーバーバ、バーバ。バンバカパーン。わぁ、やっぱ外国語って難しいね、発音が。バとバ違うもんな。B と V の違い、難しい。ゲルド語に詳しい人が増えましたね。ちゃんのおかげで、随分ゲルド語のことに詳しくなれましたよ。それはよかった。ね。なんか、キノコの山みたいやな、お前。キノコの山食いたいなってたわ。これで、まあまあ大丈夫だけど、次はパーパーなのだ。パーパーな。いつも忙しそうにしているパーパーのために、仕事の手伝いをしてあげるのだ。そうと決まれば、レールカーに乗ってレッツゴーなのだ。おー。いやー、子供は元気でいいね。うん、元気でいい。元気が一番だ。
まだまだパパとママに甘えてあげた年頃なんでしょうにね。でも大丈夫かしら。ハギさんが管理人になってからレールカーも利用しづらくなっちゃったから。あ、もうあの人いないよ。俺が買収しといたから大丈夫ね。多分あのぼったくりの人やろうな。外からでは扉が開けられないっつってるから、あ、中から行けっつってんのか。だからなんか地下から通れルーフで上がれよみたいなかと思ってんけど、下何もないな。あ、ある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 、ここだ。この穴から入るんやな、きっと。おい、発見。市から村の横穴。いやー、横穴のパターン来ましたね。どこまで行けるんだ。え、えのきらさんちって地下に。あー、びっくりした。えのきらさんち地下にあれか。穴開いてんのか。地盤めっちゃ緩ない、大丈夫。よし、迷いさん来て、で、ここから通れるふしろっつってるな。はい。あー、来た来た来た。うわ、ヨウさんある。これなんか、スクラビルドできんの今、盾しかないから、武器あるかな？武器ないのよ、スクラビルドできるやつが。だから、盾にやっとくか。おおおおおおい、えのきださん盾にできるぞ、これ。なんてこった。あ、ここにおった、ウィッタちゃん。あのレールカーに乗って作業場にお手伝いに行きたいのに。そういえばお金を払わないと乗せてくれないの忘れてたのだ。あいつな。管理人になるまでお金なんて払わなくても乗れてたのに。首切ったろか、あいつの。うん。あ、いいね、おじさんに気づかれずに乗り込むのだ。よーし、じゃあ一緒に行こう。おじさんの目を隠してくれないかな。よし。で、ちょっとこの目を潰そう、こいつの。後ろから話しかけよう。はい。あれ？いや、違うな。目を隠してください。あ、なんか看板とかを立てればいいんだ。そういうことか。はい。これで大丈夫やで。これ、読みでほら。えのきらさんやわ、あれ。うん、あれ、お父さんやで、ビーター。うん、あれお父さんやから大丈夫、いけるよ。今ならいけるよ、ほら、あれお父さんだからね。なんだかちょっと心配だけど、一気に突っ走るのだ。いけ。あ、いけ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 、どうだ。頑張れ頑張れ、ほらお父さん見てる、お父さん3人見てるよ。いけるんちゃう、ほら、あ、来た。やったのだ、うまくいったのだ。ようやく会いに行けるのだ。よし、行ってらっしゃい。あ、もう寝てるやん。どうしたん。え、さっき行ったばっかりやのに。何寝てんの。誰か来たのだ。ほら、お兄さん来たよ。寝てたあかんわ。パパ手伝わな。何したん。その答えがこれだ。ゲルドの町まではこっからかなり遠いし、地上には魔物も少なくない。だからビッダ専用の特別な気球を作ろうと思ってるんだ。だが何をすれば特別になるのか。特別じゃなくてもパーパーの気球お日様みたいでビッダ好きだよ。お日様、そうだ、お日様のように黄色くカラーリングしよう。日だまり草を染料に使えばいい色合いが出せそうだが、この大きさだと10個は必要だな。あの、真っ赤っきなお花でしょ？やばい、10個もあるかな？うん。空か。やばい。どうだ？ちょこちょこ集めてた気するけど、10もないかもしらん。日だまり草は、うわぁ、6個しかねえ。嘘だろー。一旦ここ帰るか。ここに帰って、これは翼扇風機。そう、一旦ここ帰って、ついでに鍛錬ゴーレムの様子も見に行きつつ、日だまり草探してみるわ。あ、作れてる作れてる。ナイスナイス。これで100個出るんじゃない、俺。どうだ、ほら、今90個あって、ここで10個もらえるから、よし、
ついに100個貯まりましたよ。来た、これでバッテリーが増やせる。製造して、はい、100で追加バッテリー1個。え、そんだけ、え、その電池マーク1個分増えるんじゃないの？何百個いるん？じゃあマックスにすんのに。おお、ぐる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 、ガン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 、ぐるぐるガンガン、ぐるぐるガンガン、できた？結晶変換しバッテリーを製造しました。おお、こういう感じね。うわ、1メモリか。うわー、マジか。そのなんかさ、カメラのフィルムみたいなケース1個分もらえるんかと思った。うわー、そういうことは、あと7個分つけられるから2100個の結晶がいんのか。で、1個につき3つやったから6000個のゾナリウムがいんのか。いい、まあまあ、多分やってたらね、すぐ溜まると思うわ、普通にプレイしてたら。これ違う。いやー、日だまり層ってここにはないんかなー。いやー、今まで見つけてそっついてよかったなー。何に使うんやろう思って全く取ってなかった気するわ。なんかもっと狭いさ、なんかもっと狭い、こういう小島の方があるんじゃないか、そんな気せん？よいしょ。オッケー、登ってきたよ。これ絶対ある、この雰囲気。そうそうそう、これ日だまりポイントっしょ。リンゴ、そうそう、日だまりがあるとこにはリンゴがあんのよ。なにこれ、キウイ？キウイみたいな、なってない？どんぐりか、これどんぐりだな。あれ、日だまりそうねえじゃん、なんでだ。何あれ、え、何あれ、明らかに変な形のものがあんねんけど。ちょっと行こう、ちょっと行こう。あ、こっからやったらさ、この迷路上空から行けんじゃね。え、違う、あれ迷よな。よいしょ。これはなんだ。あ、あ、あ、びっくりした。なになに、なになに、なんか下がってる、なんか下がってる。おお、え、なにこれ。あ、え、深穴に落ちていく。深穴栓されてまうんちゃう、大丈夫これ。いや、お、深穴でかいな。めちゃめちゃ深穴でかかったわ。ウォルナーコーチの深穴、場所的に言うたらここですね。なになになに、これ、これ何、これ何、これなんで落ちたの？いった。ちょっと待って、目、目どっかない？あ、ほんでね、これ、明かり花って手で投げても投げれるっぽいのよ。ほら。ちょっと待って、地下来たらまた話しちゃうやんか。あー、これあのカエルやな。調べる。旧ハイラル文字が刻まれている。読むことができない。はぁ、読むことできんねんや。ちょっと待ってや、地下来たらさ、またバカみたいに時間伸びるやん。何あれ、なんか、え、車走ってない？いいがたんちゃんあれ。いや、ごめん、今日は行かへんで、悪いけど。あ、あ、生えてる、日だまり草。このチューリップみたいな形のやつが日だまり草なんだ。やっぱ空、空歩いてたら基本的にあるんだな。でも、一本か。もっとまとめてほしいんだが、ないなぁ。少ねえ、あ、あ、これじゃないか？イェーイ、ひだまり草二つ目。これ、タイアンとこか。これ、南オルディン空諸島っていうところにひだまり草ありましたね。オッケーオッケー。ということはこっちにも、あ、ありますね。いっぱい生えてる。あ、じゃあ生えてるとこと生えてないとこあんのかな、これ。ほら。めちゃめちゃあるもん。すごい。
はい、結局日だまり草16本になりましたね。オッケー、これで足りるでしょう。持ってきたよ。大変だったよ。はい、10個渡します。他にもいるって言われそうやな。大丈夫かな。遊べてきてくれたのか。気球をお日様色に染められるぞ。ごめんなのだ、何もお手伝いできなかったのだ。いいよ、お兄さんが頑張ったからね。これからパーパはこの気球をお日様にするんだ。手伝ってくれるか。せや。おお、黄色の布が巻かれているだけじゃないか。まあまあでもいい感じだな。うん、えのきだ。パウダーか、どうしたんだそんなに慌てて。あ、お迎え来ちゃった。うわ、村の入り口で待ってるって。そうか、よし。じゃあみんなで行こうか。ウィッダ専用お日様気球に乗って。お前も一緒に来てくれるか。わあ、いいね、すごいのだ。見て、鳥さんになってるのだ。あまり騒いじゃダメよウィッダ、押したら危ないわ。みんな見てみろ。ん、わ、向こうから本当のお日様が昇ってるよ。お日様も起きてきたのだ。ウィッダの門出を祝福してくれているのね。ゲルドの町にいても、イチカラ村にいても、私たちが見ている太陽は同じよ。大事なのは心の距離。まあまあまあ、いつでもあなたのそばにいるからね。さ、そろそろ着陸だ。しっかり捕まっているんだぞ。わあ、いいなあ。子供の旅立ち、成人っていう感じがするな。独り立ちだ、これが。頑張れよ。ニーニーも応援してるからな。ニーニーって、気色悪いな。うん。寂しくなったらいつでも戻っ…いや、言うたらあかんな、そういうことはな。いや、なんでもない。パーパーもウィッタみたいに強くならないとな。かわいいウィッタ、さあ行っておいで。わかってるよ、時間だな。パーパーとママの世話は私に任せて、安心して行ってらっしゃいね。素敵な場合になって、またいろいろ話を聞かせてもらえるのを楽しみに待っていますからね。いつかゲルドの町に遊びに行くね。そしたらまた遊ぼうね。ウィッダーママみたいに素敵なバーエになって、パーパみたいなかっこいいボーイを探すのだ。みんな、サボーグなのだ。ああ、ええなあ。メインストーリーでもなんでもないのに、この作り込みようよ。ね。パオだよ。俺は笑顔を保てていただろうか。ええ、頑張ったわね。あの子が涙を見せないのに、私たちが泣くわけにはいかないものね。さあ、私たちにとっても新しい生活のスタートなんだから、気を取り直してね。ああ、そうだな。よし。すまんな、お前にお世話になったな。ありがとう。この日だまり草は貴重なものだっただろう。感謝の気持ちだ、受け取ってくれ。おお、100ルピーかー。もうちょっとするかもな。うん、300ルピーぐらいしますよ、それ。だいたい10日ですね、これで。大丈夫です。ちょっと、昔からのお付き合いということで、友人割引しときますね。200ルピーで。ゲルダ町をたどねることがあれば、ウィッダのことを気にかけてやってくれ。あ、行く機会あるかもね。砂漠のステージやろ、まだ行ってないもん。いるかも。これやっといてよかったな、じゃあ。ボーイ禁制よ、忘れたの？あれ違うか？ああ、そうだったな。うっかりしていたよ。さ、仕事に戻るわよ。待たしているお客様がいるんでしょ。おー、ウィッダの独り立ち。これで終了ということで。まあ、これでマイホームが作れるようになったのかな？あ、これだ。えのきだ工務店へようこそ。ウィッダの引っ越しも無事に終えられましたので、仕事の方が再開できそうです。ゲルド砂漠で大規模な砂塵が発生してるらしく、不安がないといえば嘘になりますが、はあはあ、しっかり働かないと。お家作りのサポートをすること。家具付きのお部屋や調理場といった基本的なものだけでなく、好きな絵を飾ったり、お気に入りの馬が飼えるなど。はあ、
お客様ご自身の手で組み立てていただけることなんです。へえ、すごい、これいくらすんの？高いんちゃいますの？お値打ち価格で、ほんまですか？おいくらですか？150ルピーぐらいでどうにかなりません？うん、絶好のロケーションには木土地が出ていますと。場所は決まってるんだ。30ルピー、アホ言うな、お前。あるか、そんなもん。お、特別に、そう、こっからですよ。特別になんと、200ルピー。あー、高いって。あ、購入します。はい。え、ダメなんですか？え、なんでダメなんですか？意味がわからない。ほら、ドラゴンさん帰ってしもたやんか。リンク、あ、リンク家建てるんや。見に来たけど、なんかお金ない言うて、建てれへんねんや。ほな、帰るわ、言うて。帰ってしもたやんか。ですから、ボコブリンはですね、ぺちゃっと潰れた大きな鼻が特徴で、耳がブワーっとしてまして、角もこう、にょんとしてですね。さすがにそれだけじゃわからないな。どうしたん？この御仁は先日、村の一員となったキルトンさんという方なのだが、魔物の人形を作ってほしい。申し訳ございません、説明が下手くそで。ボコブリンの精巧な絵でもあればいいんですが、いかんせん絵心も持ち合わせておりませんので。あ、写真撮ってこいっつってんのか。写し絵を見せる。あ、なんかあるんちゃう？あ、なんか撮ってるかな俺。うわ、なんも撮ってないやん。いいやん。お前撮ったのかじゃあ。うん。お、ボコブリン、あ、ボコブリン限定か。じゃあお前じゃダメだな。僕だけの魔物コレクション。どっか近くにボコブリンおらんの？あ、え？ひだまり草咲いてるやん。嘘やん。天空じゃなくてもひだまり草って咲くの。マジか。いやー、こういうゴブリンって探せばおらんのよな。探してないとなんか腐るほどいるように感じるのにさ。探し出すといねえのよ。なんでこれ。え、ここに建てんのかな俺の家。違う？だってあそこに明らかに俺の場所ないもん。ここか。ん？あ、やっぱりそうや。ここや。え、違う。上質なマイホーム建設予定地。あー、なるほど。やっぱ、ここだ。このクソ広い土地に建てれるんだ。へぇー、なるほどね。で、ここに、すぐワープできるようなあれがあると。じゃあ今日はもうこれやって終わるわ。ボゴブリンもまた、いずれ写真撮れると思うから。うん、その時にまたしよう。あ、よく見たら俺もう違う土地行ってるな。未開の、これは時間がかかるやつだ。裸で挑めってやつだろ？操縦。なんだ？なんかおもろそうだな。弓はあるから。はい。これでまず、こいつワンパンします。で、これ、え、これで引き殺せって言ってるのかな？あ、ちょっと待って。ゾナーエネルギーだけ取っとくわ。これで引き殺せってことか。いいだろう。行くぜ！はっはっは。私に逆らうとこうなるのだ。やあ、曲がれ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 、曲がりづらい。よいしょ。おらー、おー。引けへん、あかん、引けへん引けへん。難しいわこれ。一旦上に避難。よいしょ。あ、こっちにもある。これでどうしろっつうの？空中からやれってことか。それともお、あー、でもこれ中入れるんじゃね。あ、中入れるぞ、中入れるぞ。そういうことか。オッケー。ここで、いった。まず、ここ来ます。これは、これ何やったっけ？おぉ、すげえ！大砲とかついてる。すげえすげえ。下流の方向とかもあんのな。これ確かゴブリンの頭や。ゴブリンちゃう。ゴーレムの頭やったっけ？敵を追従するみたいな、やつやった気すんねんけど。まあ、一旦これ置いて、火炎の大砲じゃなくて火炎をここに左右置きます。うわー、ええぞええぞ、これ最強の武装だ。
ボーナスマッチだな実質で。水はまあいらんからこれでいくか。いくぞオカリン戦車、いざ出動、かかってこいや、おらー。右のやつ何これ、右のやつ氷やねんけど、なんかそれ初めて見た。しかもバッテリー関係ない。うれ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 、上がってこい。どこだ、あっちにいるぞ。この大砲当てづらいな。ほっ、この大砲当てると難しい。火で焼き殺せ。やあやあやあ、おっしゃ大砲当たった。ドーン、ぐしゃ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 、いいねー。はい、当てる。おっしゃ、お前も大砲当てるぞ。イエーイ。あとはまだいるのか、前にいるな、左にもいるな。お前は燃やす。ほらバックで引き殺せ。ちゃんと仕留めろ、ちゃんと仕留めるんだ。はあすごいな。いやバッテリー減らんからさ、もうあるもん全部つけてきたんよ。大砲も3つつけて、これが一番ベストやったわ。あ、コール、すごい、イエーイ。大砲3つ最強だこれ。いけいけいけ、ドゥン、ういー。でね、座席も後ろにすることで、まあ、自分にダメージは入らなくしましたよということで。ああ、これは一瞬で終わりそうだな、いいね。あ、魔法の杖や、やった、これは強いぞ。じゃ雷流のこれ変えて、ちょっと違うやつ装備しよっか。一個がサファイアの剣やから、もう一個、雷とかしたらどうなんねやろ。クソデカのイカ槌でんのかな。まあ、火は大体わかるわ。火は大体わかるから、雷だな。はい。来た。あ、三つ出るだけか。ちょっと微妙か。おー。おー、そういう感じになるんや。はい、ちゅうわけで今日はこの辺にしておこうかなと思います。いやー、めちゃめちゃ長いこと撮ったね、ほんまに。まあだいぶカットカットしてお送りしてるんですけど、これにてようやくアッカレ地方もほぼほぼ冒険し終わったということで、続いてこちらですね、4地方の異変調査、ここに向かいたいなと思います。いや、それ終わった後もすごいよ。5つも未開の地、6個も未開の地があるからとんでもないことになりそうやね。というわけでまた次回の動画でね、お会いしましょう。お疲れ様です。